オロリンは、ケニアに生息していた、化石人類の属である。一種オロリントゥゲネンシスをトゥゲネンシスのみが属す。学名は、ケニアのトゥゲンヒルズで化石を発見した、研究者らによって付けられた。人赤に属し、人の系統がチンパンジーと分岐して、以降の祖先の可能性がある属。種としては、サヘラントロプスに次2番目に古い。放射年代測定によって、 化石が発見された地層の火山性業界岩は610万から580万年前の中心世のものであることが分かった。これは二足歩行をしていた証拠の残る最も古い化石の一つである。現在までにこの種の化石は少なくとも5体発掘されている。その中には直立していたことを示唆する大腿骨の化石や木には登れたが、 腕渡りはできなかったことを示唆する薄い右手の上、腕骨の化石、現代の人類とほぼ同じものを食べていたことを示唆する、葉の化石も含まれている。オロリントゲネンシスの化石が大腿骨の電部側に外、閉鎖筋溝を持っていたという事実は、この種が二足歩行をしていたことを示している。球種が大きく剣種が小さかったということは、この種が果物や野菜を好んで食べ、肉類も、 時々食べていたことを示している。オロリン・トゥゲネンシスはチンパンジー程度の大きさであった。マーティン・ピック・フォードのチームが2000年に再びオロリン・トゥゲネンシスの化石を発見した。ピック・フォードは、オロリン族は、一赤であると主張し、これに基づいてヒトと他のアフリカのルイジンザルが、分化したのは少なくとも700万年前であるとした。この値は、 分子時計による計算の結果とはかなり異なる。もしオロリン族が現代の人類の直接の祖先であると証明されれば、アウストラロピテクス・アファレンシスなどのアウストラロピテクス族は人科の樹形図の傍流であるということになる。オロリン族はアウストラロピテクス族よりも150万年も古いが、より現代の人類に近いのである。化石の発見された場所から考えると、 人類の進化の従来の仮説とは異なり、オロリン族は森林に住んでいたとみられる。ありがとうございます。